はい、チップス45です。最近のマスキャラのフォーラムの、まあ、家電の中で、ちょっと知っておくといいようなチップスを、モニーウェルナーが答えてくれてますけども、紹介したいと思います。まずは、なんか変数でできた等式があって、任意の変数について飛びたいときには、ここを太いイコールにしておいて、ソルブってやると、この文字について、この関数を解いてくれるということなんで、残りの奴らを定数として、ただしそれが範囲があるとして、この K をこういうふうに置いて、この定数というか ABCDSS が変化したときに この K の最大値となる素を求めたいというので、答えが1個しかないというのを求めるのは find で求まるんだと思うんですけども、最大値を求めたいとやると、解が見つかりませんとか、こっちが先にあると、それともそもそも K が未定義ですとかいう感じで、K が未定義と言われても、ここで定義するつもりだけどなってので、これをじゃあ定義するのかと言って、やったところで、解けないよということなんで、どうするべきかということですけども、答えは、K は、こいつらを引数とする関数ですよということで、解いた結果を K の引数という形にすると。そうすると、初期値推定値を解いて制約条件でマキシマイズでやると、K が最大なる A と B と C と D と SS の値を、ソルブロックが解いてくれるというわけです。ちょっとだからソルブロックは慣れが必要だと思います。で、この K は別にどれを引数とすることが書かなくても、ここの情報がこのソルブロックの中で使われるということになります。あと、ここがソルブロックのある位置なんで、こいつのある位置はこのイコールの位置なんで、こいつが多分、このぐらいまでは書けて、ここの位置を超えたところにこのイコールが来ると、未定義というふうになると。いうんで、ここさえ下回れば、別にこのブロックの下になくても、もう答えは取り出せとるということも、覚えとるといいと思います。はい、次のチップスです。今の整数解だけがあるよなっていう、割と整数問題というのは面白いんで、どうやって解くかということですけども、それぞれインテジャーというのにアシュームしたところで、なかなかうまくいかないときがあるんで、このシンボリックのアシュームのインテジャーとやるよりは、まあ、力技で、この辺が整数だけ、これは0.1刻みとかいう感じで、ループを作ってやると、解けるというのを、力技も結構時には役に立つのがウェルナーの紹介です。これも似たようなもんですが、R2 について解くと、解けるよと。で、同じようなんだけども、何が違うかというと、ここを0.8とすると、数値計算エンジンの答えが返ってきて、0.8を10分の1にすると、シンボリックエンジンの答えが返ってくるんで、分数を利用するといいよっていうのがあります。なんか、ラプラス変換とかいろんなのが入った時にうまく解けない時も、こうやって分数でいろんな数値を与えていくと、意外と解けるっていうことがあります。特に、簡略化したりするときに、変数を分数で与えておくと、うまく解けるときがあるというのを、これはちょっと覚えておくといいと思います。
これはソルブロックを使ってというので、さっきの話で、このアンサーの中に、この答えを生み出す R2 は見つけられとるわけですけども、アンサーでシンボリック評価すると、見つけられていないと。未定義となる。さっきみたいな、なんで定義されとるのになんで未定義ですかっていうのと、同じパターンが出てきますけども、こう、数値計算エンジンにちょっと答えが入ったので、数値計算エンジンの答えをアンサーというのに再定義して、ここでイコールを入れると。あ、しまった。イコールと。そうすると、アンサーイコールアンサー何やっとるかと思うんですけども、これでアンサーの中にシンボリックエンジンの答えが入ったんで、アンサーをシンボリックに評価することができるようになるという、なんかちょっと不思議な感じがしますけども。定義の後にイコールは基本的につけるなっていうのが、マスのプロの教えですけども、そうしてやるといい時もあるということです。あとはルートを使って、この方程式が0になる答えを R2 について解くと。これも R2 について解くんだけども、どっからどこまでで解くという。イコール0がなくて、この全体が0になる答えを R2 を変数として解くという。どっからどこの範囲で解くということです。例えば今0.714なんで、マイナス1から0の範囲で解けてやると、解けないよと。両方ともマイナスなマイナスの側にあって、X 軸をよく入れないよというエラーになります。これはまあ、電気回路の周波数特性みたいなののやつで、単位付きで、各周波数を与えていって、これを S を J オメガと置いておこうと言ったりするときに、時々エラーが起こるのでどうしたもんかっていう問題ですけども、一つの作戦として、これを代入する前に、まずこれを簡略化しておくと。簡略化しておいて、代入すると、一つの式になっているので、オメガのこれの時の、この簡略化された答えを改めて定義して、これをこう持ってくると。そうしてやると、解ける場合が単位付きでも多いよということで、グラフが書けると。で、このパターンになると何がまあいいかというんですけども、これ今2乗になっとるんですが、2乗になったら解けないよというような問題ですけども、もしこれが1乗なら1乗なんで、これをコントロール C して、ここにコントロール V してやれば、1乗の時のこれが解けると。で、こことここが2乗になったときは、こういう答えなんで、これをコントロール C して、ここでコントロール V してやると、その時のグラフがちゃんと解けるといった具合で、まあ割とエラーが起こりにくいということであります。それからここは、この問題の最後の方で、これちょっとバグじゃないのっていうのがウェルナーからの紹介ですけれども、これもさっきの作戦で1.0というのを1というふうにしてやると、未知のエラーがなくなって、ちゃんと正しい答えになります。ということで、小数点があるものは、分数にするといいよというのは意外とこういう時にも有効みたいです。はい、以上です。